はい、日本維新の会の音喜多俊です。今国会、私にとって総理と一問一答で議論をする最後の機会となります。礼節を重んじ、建設的な提案をしてまいりたいと考えておりますので、参考人に求めた答弁以外はできる限り総理にご答弁いただきたいと思いますので、本日はよろしくお願いを申し上げます。さて、先般可決されました補正予算、問題が多く我が党は反対をいたしましたが、ここには 5.5 兆円もの予備費が確保されています。また地方自治体がある程度裁量で使用できる地方創生臨時交付金についても、繰り越し等を合わせれば額面で 1.6 兆円の予算があります。自治体によっては凹凸はありながら、すでに提出済みの計画を差し引いても全体としては相応の額が残るものと推察をされます。ゆえに今の財源の枠内でも自治体と連携、あるいはさらなる支援をしてまだできる経済対策があると考えます。その一つが公共料金の減免による生活支援、経済対策です。1枚目の資料、このパネルの方をご覧ください。今日パネルの掲示は先輩である兵庫の片山大輔議員にご協力をいただいております。実際大阪市では今年8月から10月の上下水道の基本料金を全額減免することが決まりました。大阪市の基本料金は1540円ということで、これを減額すると平均的な家庭の使用水量で試算した場合、水道料金がだいたいこれ半額になる直接的な家計負担軽減の支援策となっています。この支援策が仮に全国で展開された場合でも、単純な計算ではありますが1ヶ月あたり約850億円、3ヶ月基本料金を減免したとしても2550億円の財源で実行が可能です。でまず一つ確認の質問させていただきますが、こうした水道料金の減免、自治体が行う場合、地方創生臨時交付金を財源として使うことは可能かどうか、内閣府の参考人にお伺いをいたします。内閣府地方創生推進室次長、黒田正義君。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、今般の総合緊急対策におきまして、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとするため、長引くコロナ禍で経済的に厳しい環境に置かれている生活困窮者の方々や中小企業者の負担の軽減を自治体が地域の事情に応じてきめ細やかに実施できるよう、コロナ禍における原油価格、物価高騰対応分を創設させていただいたところでございます。委員ご指摘の上下水道料金の負担軽減につきましては、昨年度にも大阪府内の自治体を含めまして、いくつかの自治体におきまして本交付金を活用して実施されているところでございますけれども、今般の新たな措置におきましても本交付金のは活用可能でございまして、活用可能な事業といたしまして全国の自治体に私どもから周知をさせていただいているところでございます。音喜多俊君。はい、可能である、そして政府が推す事例集にも載っていると明確なご答弁をいただきました。ただ一方で、この自治体によってはすでに交付金の割り当て分は使い切っている、あるいはマンパワー不足で新たな施策まで手が回らないと、こうしたところもあると聞き及んでおります。そこで総理、この地方創生臨時交付金については、先日より、これ不適切な使われ方や無駄遣いも指摘をされているところでもあり、この地方に任せるというのは前提として大事にしつつも、こうした自治体ができるものならやりたいと考えている、そして国民生活に直結する水道料金減免のような施策が実行できるように、政府としてより踏み込んだ推奨を行い、また場合によっては交付金の増額、実施にあたっての支援などを行うべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。岸田内閣総理大臣。はい、ご指摘 の地方創生臨時交付金ですが、ご指摘のこの水道料金の減免施策も含め、コロナ禍において物価高騰に直面する方々を支援するため、地域の実情に応じたきめ細やかな対策、これをしっかり応援するためにしっかり活用していかなければならないと思います。ご指摘の水道料金の減免施策、こうしたことについても可能な事業として周知している、今そういった説明があったわけですが、それ以外にも、生活困窮者の方々への給付金の支給ですとか、学校給食費の支援ですとか、それから水道だけではなくして電気やガス料金の負担軽減ですとか、さまざまな地域の事情に応じて工夫をしていく、それを政府がしっかり支援していく、こういった
給付、交付金でなければならないと思っています。先日山梨県にお伺いしましたら、この交付金を活用して生活困窮者向け給付金、これを実施するという話も知事さんが知っておられました。ぜひこうしたそれぞれの工夫を政府としてもしっかり応援していきたいと考えます。音喜多駿君、はい、各自治体それぞれ決定するということはもちろんあれでございもちろん前提でありますが、これ好事例を推奨して支援していくということは妨げられるものではありませんし、完全な財源以上ではなく交付金という形を取る以上は、丸投げとしてしているのはむしろ無責任であるとも言われております。関西地域でも堺市で9月から水道料金の減免が開始されると聞きましたが、まだまだ少数と、しかも規模の大きな自治体にとどまるケースが多いと感じられます。政府としても踏み込んだ政策を実行していただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。さて、公共料金については原油価格の高騰により電気料金の値上がり続く状況になっております。これ諸外国でも同様であり、それに対して例えばフランスではエネルギークーポンの配布、ギリシャでは家庭への補助金支出、スペインでは電気料金にかかる付加価値税の減税、韓国でも新しい大統領が電気料金の据え置きを打ち出すなど、各国で消費者への大胆で直接の負担軽減策が打ち出されております。我が国においてはもともと燃料費の価格調整制度があって、簡単に申し上げると 50% 以上の値上がりについては電力会社の負担となっていて、消費者負担のリスクは減らしています。しかしながら燃料費価格調整制度等が今上限いっぱいフル活用されている現状でも、電気料金の消費者負担は厳しいものになっています。そこで総理、これ次元的ではありますが、現在 150% となっている燃料費の調整額、この消費者側に転嫁される上限価格については、例えば 125% にとどめて残りは国が補填するといった施策、あるいは総理も先ほど申し上げておりました交付金や予備費を用いて自治体と連携し基本料金を減免するような施策を打ち出すなど、これ緩和策を図るべきではないでしょうか。またガス料金についても同様に大胆な施策を打ち出すべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。萩生田経産大臣。ちょっと細かい制度なんで先に私の方が。ご家庭の電気料金について足元で昨年と比較して2割上昇しているものの、3割から5割に上昇している欧州と比較すると低い上昇にとどまっておりますが、ガスの料金についても日本では2割強上昇しているものの、5割から9割に上昇している欧州と比較すると低い上昇にとどまっています。でその上で家庭向けの電気や一部のガス料金については、委員ご指摘のとおり上限の設定によって一定の歯止めがかかる仕組みになっております。具体的には家庭向けの電気料金については自由化後も経過措置として規制料金を存続し、毎月の燃料価格の3ヶ月平均を反映するとともに、需要化保護の観点や燃料価格変動の実績を踏まえ、その調整に上限を設けることで電気料金の急激な上昇に一定の歯止めがかかる仕組みとしております。現在大手電力10社のうち7社の規制料金は上昇に歯止めがかかる見込みであると承知しています。また家庭用ガス料金についても大手ガス会社は自主的に大手電力の規制料金と同様の仕組みを導入しております。そもそも日本の電気ガス料金は上限価格の設定によって一定の歯止めをかけていることに加え、燃料価格の3ヶ月平均を3ヶ月後の料金に反映することにより料金の乱高下が抑制される仕組みとされています。特に LNG はその多くを長期契約で調達していることなどから、足元のスポット価格のおおむね半分以下の低廉な価格が調達できることなどから、燃料価格高騰の影響は諸外国と比較して必ずしも大きくないという特徴があるんですが、4月に取りまとめた原料価格物価高騰等総合緊急対策において、電気ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者の負担の軽減を地域の実情に応じきめ細かに実施できるように、1兆円の地方創生臨時交付金を拡充し、地方自治体による生活者や事業者の電気料金等の負担軽減を国としても後押しをしているところです。まずはこうした取り組みを進め、政府全体できめ細かく対応していくことが重要だと考えております。音喜多駿君。はい、横から出てこられてびっくりしました。ありがとうございます。ですいません、総理にも聞こうと思いますけど、ちょっと時間がないので先の質問を進ませていただきたいと思います。今の制度内で解決をまずはしていくというのが政府のスタンスだと思いますが、やはりこれ不十分なものにとどまる可能性が極めて高いと思います。物価高騰対策、やはり今政府に足りない施策はこれズバリ減税です。政府の緊急経済対策は補助金や給付金のメニューが中心となっており、物価高による生活不安に対応するというのであれば、消費税やガソリン
ソリン税の減税など国民に広く公平に支援が行き届く施策を断行するべきです。でこの点を議論すると政府や総理はいつも安定した社会保障財源として消費税はあると減税はできないとおっしゃいます。しかしながらそれは認識がずれていると思います。2つ目の資料パネルをご覧いただきたいと思います。依然としてですね、我が国の GDP ギャップは政府資産で少なく見積もってもマイナス20兆円、すなわち20兆円分の需要不足、お金不足が生じているという結果が示されております。経済対策では GDP ギャップを有効需要で埋めるというのは大原則であります。我が党は野放図に財政出動を主張する立場ではありませんが、足元の景気対策として少なくとも次元的に GDP ギャップを埋める範囲内で減税策を用いることは安定した社会保障の実現を毀損するものではありませんし、需給バランスを保たせて経済成長局面になった後に回収すればこれは何ら制度に影響は生じません。総理、 GDP ギャップに20兆円近くこの GDP ギャップがある今はまだ機動的な財政政策を行う余地がある、いわばチャンスです。その経済対策として次元的な消費税の減税を行うべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。鈴木財務大臣。音喜多先生からも先ほど指摘がございましたけれども、この消費税につきましては総理もたびたびご答弁をしております通り、全世帯型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられておりますことから、その税率を引き下げることは考えておりません。また消費税の税率変更は多くの事業者に関わるものでありまして、システムの改修、値段設定の見直し、値札の貼り替えなど一定のコストや準備期間の確保が必要になることから、経済情勢の変化等に対しての対策としては機動的な対応が難しいという問題があるということも指摘をさせていただきたいと思います。音喜多駿君。今財務大臣出てこられましたけども、衆議院の方ではね、財務省のなんちゃらってすごい失礼な発言をされてて、本当私も憤りを感じたんですけども、財務省の見解はそうでしょう。ただ総理としてね、やっぱこの GDP アップ埋めるために財政出動、私は減税という形でやるべきだと思いますけども、総理の思いもお聞かせください。岸田内閣総理大臣。GDP ギャップを埋める、そしてどういった形で埋めるか、こうした議論についての重要性は委員ご指摘のとおりだと思います。ただそれをどう埋めるかということを考えた上で、政府としては79兆円の経済対策と13兆円の総合緊急対策と、そして補正予算と、これを切れ目なくこれ発動することによって実施することによって、こうした需給ギャップの議論についてもしっかり考えていきたい、このように申し上げています。そしてその需給ギャップを埋め方として委員の方は消費税減税を主張されておられる。で消費税減税については従来から申し上げております社会保障の安定財源という点と、今、財務大臣の方から説明がありました、実際我々の今までの経験として消費税をこの動かすということになります と、システムを変えなければいけない、またこの食品小売においては値札を変えなければいけない、あるいは公共機関の料金表を変えなければいけない、この実際の中小企業零細企業の負担ということ、あるいは準備期間ということを考えますと、機動的にこれを動かすことはなかなか難しいのではないか、この2つを考えますときに GDP ギャップを埋める方法として消費税を考えるということは政府としては考えない、このように説明をさせていただいております。音喜多駿君。できない理由を挙げればたくさんあると思いますけども、やはり集めてばらまくんじゃなくて、最初から集めない公平で効果の高い、減税というこのベストな経済政策、これは我々は引き続き強く訴えてまいりたいと思いますので、総理もいろんなお考え、もちろんオプションが選択肢ある中で、ぜひ、鎖を断ち切ってですね、大胆な減税、これご決断いただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次にテーマを変えまして、将来世代への投資という切り口で質問をさせていただきます。総理も子育て予算の増額と口にされておりますが、具体的なロードマップや金額はまだ明らかではありません。人口減少が進み不景気で若い世代の経済活動が低迷する我が国では、現役世代に予算や政策をシフトする大転換が急務です。ひいてはそれが社会保障の支え手を増やし、高齢者の安心安全にもつながります。我々日本維新の会は次の世代への投資を誰よりも重視し、全国に先駆けて大阪で教育無償化を実現してまいりました。先ほど立憲民主党の委員より、無償化は民主党政権下で始まって他でもやっている
ミスリードであるという発言がありましたが、それは不正確です。大阪と他の地域で当時行われていた教育支援の最大の違いは、大阪では明確に無償化をするという意思を持って学費の上限にキャップをかけたことです。学費の支援と同時に補助金を受け取る私学の側に学費の上限を定める条件を行政が設定し、自己負担をなくす。いくら助成を出しても授業料にキャップをしなければ無償化は実現しません。これは大阪が初めて導入したスキームであり、所得制限が残っていたことは事実ですが、これをもって単なる助成負担軽減ではなく、文字通りの無償化が初めて実現したことになります。民主党政権下で太刀打ちができなかった私学無償化に踏み込んだ教育無償化のフロントランナーは間違いなく大阪維新の会であったと指摘をさせていただきます。さて、こうした教育の無償化も少子化対策として極めて重要でございますが、出生率の低下についてです。これ歯止めがかからない状況になっています。この状況に対する総理の受け止めを伺おうと思いましたが、ちょっと時間が少なくなってきたのでここは飛ばして、危機感は共有されているというふうに思います。少子化対策や現役世代への投資という総論においては認識に齟齬はないと。その上で本日は出産費用という観点で総理と議論させていただきたいんです。というのも総理は一昨年の総裁選においては出産の費用無償化を目指す公約を表明されていたからです。昨年の総裁選ではこれ残念ながら触れられていなかった矢に記憶をしておりますけれども、出産費用無償化について当時具体的にはどのように実現するつもりで総裁選で公約に掲げられていたのか、総理になられる前の構想についてお伺いをいたします。岸田内閣総理大臣。まず委員とも我が国にとって少子化問題、これは経済社会をどう維持していくかという観点からも喫緊の課題である、強い危機感を共有する、これはしっかり確認、先ほども確認をさせていただきました。その上で少子化を考えた場合に出産費用の負担というのは具体的な課題のうちの大変大きな一つであると思って、総裁選挙においてもこの負担の軽減をしっかり訴えた、こういったことであります。ですから委員の方から去年おととしの総裁選挙においての、私の主張をご紹介いただきました。その後私としてもじゃあ具体的にこの問題に取り組まなければいけないということで議員連盟を立ち上げて具体的な議論を行いました。出産費用等の負担軽減を進める議員連盟という、議員連盟で議論したわけですが、その中でこの出産育児一時金については平成18年に30万円から35万円に引き上げられた後、順次引き上げられて現在42万円まで来た。この42万円ではまだ足りないということを私も感じ、先日来予算委員会においてもこれをさらに引き上げる方向で議論したいということを申し上げました。合わせてこれ出産費用についてはですね、地域において様々ですし、それから どういった形で出産したいかということについてもこの思いは様々です。ですからこれ今の出産費用について透明性、これを高めることが大事だと。地域によって出産費用がかかるわけですが、この明細がはっきりしないので、選択することができない。一方的に負担をこの強いられてしまう。それに見合うだけのこの様々な支援が必要ということであるならば、これいつまで経ってもこれ競争になってしまいますので、ぜひその費用の明細を明らかにし、透明性を高め、そしてどういった出産を選ぶか、これ出産される方に選んでもらう、このシステムとさっき言った支援と、これを合わせることが現実的だという議論をしてきたところであります。音喜多駿君。はい、総理ご自身の言葉でご説明いただきましてありがとうございます。今まさにあったように、すなわち出産育児金の増額というのが有力なオプションとしてあるんだろうと思います。ですがこれは問題点がありまして、3つ目の資料パネルをご覧ください。この一時金と出産費用の比較です。2000年代の初頭まで遡りますと、一時金は当初30万円、総理のご答弁通り30万円でありました。現在は42万円となっているんですが、それに比するかのように出産費用も上がり、全て経年データがなかったので一部推測の図ではあります
ますけれども、かつては30万円台だった平均出産費用は、もう50万円が見えるところまでやってきています。東京ではすでに約60万円です。日本でこの期間、物価上昇や賃上げが起こったかといえば、ご承知のように起こっておりません。しかし今現在、出産は保険適用外の自由診療であるがゆえに、産科医療機関は価格設定を変更してしまいます。つまり総理、これ今の仕組みではですね、出産一時金をどれだけ増やしても、出産費用はそれに回して増すばかりであって、総理が表明された一時金の増額対応では、残念ながら明らかに限界がある。いたちごっこで結局のところ、これ出産の無償化、負担軽減はできないと考えますけども、総理のお考えいかがでしょうか。岸田内閣総理大臣。正常分娩をこの保険適用にするということについては、これは前から議論があるわけですが、その病気や怪我に対して、療養の給付を行う健康保険制度の基本的な考え方を見直す必要があるのではないか、これは従来から議論があったところです。それに加えて、先ほども少し触れさせていただきましたが、現実この東京での出産とそれから地方での出産、これ費用は随分違います。またその中でさまざまな方々が自由にこのどういった選択出産を選ぶのか、これを選んでいるなという現実があります。そういったことを考えますと、これ保険適用という形にすることについては慎重に考えなければいけない点もあるのではないか、こういったことを考えました。そこで委員がおっしゃるように、さまざまな支援だけではこれ、その十分とは言えないのではないか、こういったこととの兼ね合いで、やはり実際の費用の透明化を図る、そしていろんなサービスのメニューについてどれを選ぶのか、どれがいらないのか、これを出産する方に選んでもらうと、そういったことをするということがたちまち現実、その支援につきましても、いっぺんに引き上げるというのが難しいのであるならば、この2つの合わせ技こそ、まずは現実的ではないか、このように考えております。音喜多駿君。保険適用についてもちょっと先取りしてご答弁いただいたんですが、今まさに総理が透明化、情報公開というのはこれ重要だと思います。ただ透明化した上でですね、出産料理をこれやっぱ市場原理で任せることには限界があります。というのも出産では母体がありますから、想定通りにいきません。メニューを選んでいて、ここの病院でこういう医療では42万円で済みそうだと選んでいてもですね、容体が急変して救急車で運ばれて別の産科でお産することになったと、帝王切開にはならなくてよかったねということであってもですね、そしたら全然想定と違う産み方になってしまって60万円70万円かかってしまった、こういうのが往々にして起こるわけですので、やっぱりこれね、一時金プラス透明化では限界があると思うんです。そこでね、我々からの具体的な提案ということで述べさせていただきたいんですが、私ではこの総理の出産費用の無償化、この思いを汲み取って対案として、出産費用の保険適用と出産育児バウチャーの支給というこのハイブリッド案を提案させていただきます。先にお話をした大阪が道を切り開いた教育無償化と同じ話で、重要なのは無償にするという明確な意思と仕組み作りで、上限にこのキャップをかけなければなりません。4つ目の資料とパネルをご覧いただきたいんですが、まず文字通りですね、出産費用保険適用しようと、標準医療を定めて価格を固定しようというのが我々日本維新の会の明確な対案です。これ即座に反論としてですね、先ほど総理ももう述べておられましたけれども、出産病気や怪我ではないから保険にはちょっと馴染まないんじゃないかとおっしゃられるかもしれません。しかしながら菅前内閣のリーダーシップのもと、病気や怪我ではない不妊治療も保険適用に至りました。仮にこれ出産が保険適用された場合、医療保険からの給付は現在の分娩件数と出産費用掛け合わせても2820億円、妊産婦健診産婦健診についてはそれぞれ860億円、 15.3 億円という試算が出ており、これ財源論としても十分に実現可能性がある数字であって、あとはこれは政治決断です。加えて保険適用によって残る3割負担の部分、ここについては出産育児バウチャーという形で、出産の医療や育児など子育て関連に幅広く使えるクーポン券を支給することで、今の制度の延長では絶対にこの実現不可能な出産費用の無償化が実現できると考えています。総理、この出産費用の妊産婦健診など保険適用して、さらに出産育児バウチャーを支給することによって、実質的な、そして完全な出産の無償化を実現する、
もちろんですね、困難もあると思います。これもハードルがある。そして一方で今総理が考えている一時金プラス透明化にも、これにもやはり限界がある。 お互い困難があると思います。ぜひですね、同じ土俵に乗っけてですね、一度総理の中で再度ご検討いただきたいと思いますが、見解をお伺いいたします。岸田内閣総理大臣。おっしゃるように御党の提案も、一つの考え方だと思いますが、要は大事なのはどっちが現実、実現可能性が高いかということなんだと思います。そういった面から、議論することは大事なことだと思います。決して、否定するものではありませんが、政府としては先ほど言った考え方の方が現実的ではないかと思っております。ただ、ご指摘の点も改めて念頭にどっちが現実的なのか、こういったことを考えてみることは大事ではないかと思います。音喜多駿君。はい、提案を受け止めていただきありがとうございます。どちらが現実的か、そしてやはり保険適用するということはメッセージですから、社会全体でこの出産というのは支えていくんだという明確なメッセージになるという、この点もですね、ぜひ押さえていただいて、政治家として総理にこのテーマ、ぜひですね、菅内閣も前回不妊治療の保険適用大きな功績、私の周り同年代非常に喜んでます。ぜひこうした大きな明確な次の世代への功績を総理にも残していただきたいと思いますので、ご検討をよろしくお願いを申し上げます。それは最後のテーマとして、大学の非常勤講師の雇い止め問題と雇用の流動化について時間の限り伺います。改正労働者派遣法の特例における雇用期間の上限規定10年が来年3月末に迫っていることにより、国立大学や公的研究機関に勤める任期付き研究者の大量雇い止めが懸念されています。仮にこのまま来年3月迎えますと、大量な優秀な研究者が望まない形で言わえば首を切られる形になる可能性が高いと、すでに就職活動をされている方もおり、海外に優秀な頭脳が流出することも現実のものになってしまいそうであります。こうした懸念問題について、総理は現在認識をされておりますでしょうかということが一点質問なんですが、まとめてですね、これ民主党政権時代に改正された労働契約法の悪影響であると我々は考えておりますけれども、もちろんこの法律の意図としてはですね、この非正規の社員をジョブ型の正社員にすると、これが法改正の意図なんだと思いますが、ただその意図通りですね、大学や社会は残念ながら動かないんです。パイ全体が有限である以上、経営状況が厳しければ大学などは当然雇い止めという選択もしてしまうでしょうし、これは10年前から私たちは分かっていたことだと思います。こうした状況下では研究プロジェクトも短期なものにならざるを得なくなり、研究の土壌が先細りをしていく一方です。まずはこの雇い止めが実際に生じて社会問題化する前に、この法改正を行う、もしくは少なくともですね、法定の雇用期間の上限規定10年については猶予もしくは延長して、国としても対応を検討する期間を設けるべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。岸田内閣総理大臣。まず労働契約法の向き転換ルール、これについては委員ご指摘のような懸念の声があるということは承知をしています。大学や研究機関の雇用管理については労働関係法令に基づいて自律的に対応すべきものですが、向き転換ルールの適用を意図的に避ける目的で雇い止めを行う、これは労働契約法の趣旨に照らしてもこれは望ましくない、これは強く感じます。そしてこの現実のその雇用の状況を見ますと、研究者はこの複数の有期雇用計画を繰り返しながら2年とか3年とか5年とか、こうしたさまざまな期間を繰り返しながら多様なこの期間研究経験を積むことによって能力の向上を図り、テニュアスポストなどの安定的な職についていく、こうした特性を踏まえてこうしたルールが創設されたものであると認識をしています。そしてこれ現実はですね、ルールによって安定な職を得ている人もいるという現実を考えますと、ここでいきなり一律にですね、このルールについて、これ変更する、このことは考えておりませんが、しかしこの法律の施行状況について
今一度しっかり把握することはしていかなければならないと思います。その上で、このルールについてどう考えるのか、適切に、対応を考えなければならない、このように思います。音喜多駿君、はい、時間が参りましたのでこれが最後の意見を述べますが、まさに今総理がおっしゃった多様なというところ、この多様な働き方、雇用の仕方を逆にこれは妨げるルールになっている現状が私はあると思います。こちらの抜本改革としては、やはり労働市場の流動化、雇用の流動化、最低所得保障制度などでしっかりとセーフネットを抱きながらですね、いわゆるですね、このちゃんとこう転職の支援等々も行いながらですね、正社員という地位立場に、時には切り込み、労使が話し合いのもとで、岸田職場を変えることもできるような労働市場の流動化、規制改革にぜひ踏み出していただきたいということを意見として申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。以上で音喜多駿君の質疑